難しいのコツをお伝えしたいと思います。スタート。よくポイをあんまり水につけちゃいけないと思う方がいるんですけども、つけちゃいます。動かすときは水平に動かして下まで入れちゃいます。でそうすると上にメダカが来るので、その時にメダカの動きを予想しながらこうゆっくり上げていきます。はい、取れた。下まで、一番下まで入れちゃってゆっくり持ち上げていきます。で、メダカのポイントはメダカの動きを予測してそっちにポイを動かしていきます。水面から上げるときもゆっくりです。絶対にこのままバッて上げちゃうと破れちゃうので、ゆっくり横にずらしながら上に持っていく感じです。まず中に入れちゃいます。そう、下まで入れるとメダカが上に乗ってきます。そしたらゆっくりと上に持ち上げて、はい、作りました。丁寧ですね。持ち上げるときにメダカの動きを予測しながらポイを動かして、はい、作りました。いやもう先生みたいな、こんな感じです。シュールシュール。